皆さんこんにちは、チンアナゴのアナゴです。アナザワユースケチャンネル、もうすぐ始まるよ。いいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。なんだったら今からいいねボタン押しちゃってくださいね。はい、どうも皆さんこんにちは、全盲の YouTuber、あらちゃんこと、あらざゆうすけです。今のは何だったんだって、ちょっとびっくりしました。はい。オープニング動画、エンディング動画も作った方がいいんじゃないかという、視聴者さんの意見がございましたので、でも、このあらざゆうすけチャンネルは、ほぼ全てが一発撮りですから、一発撮りで、オープニング動画を作ってみました。超アナログな手法で、今回の、手作りオープニングアナコのオープニング動画が好評でしたら、オープニング用のなんかもうちょっと考えようねということで、それでは今日は何をするかと言いますと、今回はですね、この金曜日の定番ですよね。はい。心理テストのお時間でございます。今日はですね、こちら。王様文庫から出ております。当たりすぎてつい眠れなくなる心理テスト。この中から、これはなかなか面白いのではと思う心理テストを見繕っていただきまして、私、アナちゃんとあなたとでチャレンジしようという、そういう企画でございます。それでは今日の心理テスト、どのようなものでしょうか。花屋さんでバラの花を買っている男の人を見かけました。どんなバラを買っていたでしょうか、うん、男の人が買っていったバラの花を思い浮かべてください、うん、A 一輪のバラ、B 三本のバラ、C 大きなバラの花束、うん、D 鉢植えのバラ。鉢植え、またマニアックですね。いや、1本はわかるよね、一輪。3本ってのはなんかちょっと中途半端な気がしますよね。なんか、いや、普通に花束って思っちゃったんですけど、鉢植えも素敵ですけど、ちょっとマニアックよね。私ちょっとでも普通すぎるかな。普通すぎるのかな。私は C のバラの花束かな。普通すぎる。まあいいよね。はい、そうします。皆さん決まりましたか。はい、それでは、それぞれの、答えを聞く前に、そもそも今回の心理テストは何がわかる心理テストなのでしょうか。バラの花を買う男の人はそのバラを恋人に贈るのでしょうか、うん、男の人が買ったバラの本数から、うん、あなたのロマンチック度がわかります。おー、なるほど。それでは、一輪の花を選んだ A を選んだあなた、甘いロマンチックな恋の主人公になりたい。一輪のバラは一途な恋の情熱を表しています。 あなたは甘美な恋を夢見るロマンチスト運命の出会いによって結ばれた恋人同士がこの世のどこかに存在すると信じています。ただ甘いムードを餌にする女ったらし、男ったらしに引っかからないように気をつけて。あ、なるほど、そういうことか。それに行くと私の答えはなんとなく嫌な予感がするんだけど、はい、では、B ですね。 B は3本っていうね、ちょっと何とも言えない本数ですけど、じゃあ3本の B を選んだあなた、現実的な側面がロマンに走るのを引き止める。3本のバラは愛の告白のようですが、好きという気持ちは伝わっても一途な気持ちが表現されていませんので、ロマンチストというほどではないのかも。恋をしても現実的でしたたかな顔も持ち合わせています。
愛だけじゃやっていけない、生きていくには生活費も必要と考える人本当にこの人でいいのかななんて時々迷ってしまう一面も。三問っていうのはなんかそういうメッセージ性があるの、そういうなんか愛の告白みたいな。わかんないね、君にはわからないね。ああちょっとすいません、私ちょっと三本のバラっていうのが意味しているメッセージを存じ上げませんでしたので、あなんか やっぱそういう意味があるんだね多分ね。なるほど、じゃあちょっと嫌な予感しかしないんですけど、C ですね、 C は花束、花束を選んだ私、そしてあなた、ロマンよりゴージャス、ステータスに惹かれる、バラの花束は溢れるほどの愛を表しています、うん、でも愛を量で表すのはロマンチックではありませんあなたは一途でつつましい恋よりもゴージャスで華やかな恋がお好みの人、見た目は良くてもお金のない相手では100年の恋も冷めるわという人です。だからなんか嫌な予感しかしなかったんだよね、なんかねえ、だってほら一輪の花とかああいう答えだったからちょっと嫌な予感しかしなかったんですけど、そうですか、そうですか、はい、わかりました、気をつけます何を気をつければいいのかわかんないけど、はい、それでは最後ですね、最後 D は鉢植えですね、D を選んだあなた、ゆっくりと時間をかけて育てる愛が理想。鉢植えのバラは時間をかけて育む愛を表しています。あなたは情熱的な恋よりも優しく温かく見守るような愛にロマンを感じる人、ちょっぴり奥手なのでまずは友人として趣味の話などをすることから距離を縮め親しい仲になりたいのです。友情のように育む恋が理想。なるほどね、なるほどね、いやーまあこれはこれでいいかもしれないね。やっぱ私の選んだ C がなんか一番良くない答えみたいな気がするんですけどいやなんか一般的になって花束かなって思わないです、バラのいやなんかこっちでちょっと予感はしたんですよ、こういう質問だったらなんか一輪とかの選んだらいいのかなとか、こういうそういうあの裏の裏みたいの、もうそんな気もしたんですけど、いやーそうですか、そうですか、いやーそうですよね、はいはい、皆さんの答えはいかがでございましたでしょうか、私と同じ C を選んでしまっていませんか ぜひコメント欄に結果などね、教えていただければと思います。ということで改めてチャンネル登録もよろしく、あなちゃんでした、あなこでした。